目の登壇者をご紹介したいと思います。1人目の登壇者、ひねやこさぶろうさんです。どうぞ皆様、大きな拍手でお迎えください。皆様、おはようございます。ひねやこさぶろうと申します。私は長唄三味線奏者と作曲家として活動しているんですけれども、皆様、長唄って聞いたことある方いらっしゃいますか？長唄三味線と聞いて、三味線ってそもそも種類があるんだと驚かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、簡単に説明をしますと、歌舞伎の音楽になっています。長唄というのは。で、舞台の進行に合わせて、登場人物の心情だったり、ストーリーの進行をよりわかりやすくドラマチックに音楽で表現したというジャンルなので、いわゆる今でいう映画音楽のような役割を果たしている、とても堅苦しくない音楽なんですね。で、その歌舞伎というのは江戸時代の庶民の娯楽の中心でしたが、音楽もいいじゃないかということで、音楽だけが独立しまして、長唄の演奏会というのが歌舞伎なしで行われるように、江戸時代にもすでになって、今も続けられています。私が今演奏するのはこちらの、こちら、長唄の代表曲の藤娘という曲なんですが、ざっと歌詞を読んでいただくと、男心が憎いのは他の女子に神かけてというように七五調になっているのが分かりになるかと思います。で、これが長唄に独特のリズムを生み出しているんですが、果たしてどんなことを歌っているのかというと、とんでもないことを言っています。男なんて大嫌い、他の女に会わないって言ったじゃないというふうにですね、赤裸々に10代女子の恋心を歌っていまして、しまいには手紙の返事は今日もやっぱり来ないと、西野カナさんの歌というような内容が実は含まれておりまして、はい、っておっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、まさに、決して堅苦しくなくてですね、昔の庶民にとっては本当に身近な恋愛のことだけでなくて、ささやかな日常の幸せだったりとか、こんなおいしいものを食べたよとか、そういうことを歌っているような CM ソングまであるんですね。そういった本当に J-POP のような存在です。で、私の紹介させていただくと、私は最大の流派のキネカツタイという長唄の流派の源の娘として生まれたんですけれども、幼少期よりこんな感じで三味線や歌をやっていたんですが、それと別に音楽がですね、とても好きで、いろんな音楽をやっていまして、6歳の時三味線を始めるんですが、その2年前に実はピアノを始めまして、2つの楽器両方とも大好きなので、ずっとこう大学に入学するしてもずっと続けていまして、大学には長唄三味線専攻で入学したんですけれども、その間もずっといろんな授業に顔を出して、ありとあらゆる音楽を吸収していたんですが、これが私が小三郎と今の芸名を襲名した時の写真になっていまして、これが20歳なので5年前なんですけれども、そして去年 NHK の大河ドラマ「どうする家康」で、ありがたくも三味線のソロを務めさせていただいて、そんな感じで三味線弾きとして出るんですが、先ほど少しお話ししたように、小さい時からいろんな曲ジャンルが大好きだったので、とりあえず生演奏を聴きに行こうということで、足しげく劇場に通ってですね、いろんな音楽を聴いていました。で、そんな中で、左下クラシックのピアノ、先ほど4歳から始めたというふうに書いたんですが、かなり頑張りまして、左がルーマニアの国立のオーケストラとコンチェルトを共演したりとか、右はキコヒールのメンバーとキスナーと共演したりとかということをする中で、すごくアンサンブルの楽しさにピアノを通して目覚めます。で、よく邦楽と西洋楽ってこんなに違うジャンルなのに、こんなにしないのっていうふうに聞いていただくことも多いんですけど、逆にですね、違いすぎて全く混乱がなくて、もう水と油のように頭の中がこう、バイリンガルみたいな感じで、小さい時からやっているので、完全に二分割されているような状況です。で、芸大の授業でですね、生まれて初めて作曲に出会います。で、もう作曲ってなんだっていうところから始まって、提出作品でこう曲を書いたんですが、それを学校に選んでいただいて、学外の、演奏の場をいただいたことがきっかけで、なんと大きな作曲のお話をいただくことになります。それが文化庁が主催している東アジア文化都市というイベントの開幕式典の音楽を担当するということで、もう大学3年生だったんですけども、本当にもう、へぇーっていうふうになったんですが、ちょっと頑張ろうと思いまして、右の鳥獣戯画を題材にした日本舞踊の作品に長唄の新曲をつけるというようなことをしました。
それをきっかけにいろいろな日本舞踊の方からお声掛けいただくようになって、その演奏活動の他に長唄の作曲をたくさんするようになったんですね。日本舞踊って本当にこう見ていただいて分かるように綺麗なあの作品が多いんですけれども、特に新作は。で、こうしている間に突然コロナが訪れます。で、あの普段演奏活動であまり考える時間が持てなかったんですが、いろいろ国の方に邦楽の魅力を伝えるにはどうしたいのか。だろうかということをゆっくり考える時間がありました。でその中で私が出した結論として、クラシック音楽というのは、まあ、世界中で楽しまれている方、演奏されている方多いので、 ある意味言語でいうところが英語のように共通の音楽なんじゃないか、でそこに邦楽を落とし込んだ作品を作曲すれば、もしかして邦楽の良さがより多くの方に伝わるんじゃないかと思うようになります。それでクラシックの作曲のサマーセミナー夏期講習にパリとアメリカ2年かけてですね、夏に参加したんですけれども、そこで今お話ししたように邦楽を取り入れたクラシックの音楽を発表したところ、なんとその意図を皆さんが汲み取ってくださって、今の音面白いけど何なのとか、今三味線の音の音がもしかしてとか、洋楽器でやってるんですけれども、そのことが伝わったので、この方向でいいんだと思いまして、実はアメリカの大学院でもっとクラシックの作曲を勉強しようと思いまして受験をしておりまして、4日前に実は合格の通知が来ます。今年の9月からアメリカのカーティス音楽院というところで修士課程、作曲の修士課程で一層クラシックの勉強をしようということで、三味線を持ってですね、ちょっと造形が持ち込めなかったり大変なんですが、三味線を持ち込んで三味線コンチェルトなんかをかけたらいいかなと今は思っています。皆様今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございます。ガガンタってもしかしたらまだあまり聞いたことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、映画音楽のような、はい、J-POP のようなという表現で、まず最初にすごい親しみやすいんだなっていうことを改めて感じつつ、ぜひ演奏を聴いてみたいなというふうに思いました。しかも好きっていうところから即興の道に活躍を広げていくのも本当に素晴らしいなと思います。今日は質問をお預かりをしているんですけれども、ちょっと出しますね。では質問です。本格にあまり馴染みのない方にお伺いします。どんな演奏会だったら行ってみたいですか？皆さん、どんな演奏会だったら行ってみたいでしょうか？アイディアをいただけたらなと思っていますが、アイディアある。どんな演奏会だったら、はい、ありがとうございます。今マイクを渡しますね。はい。ありがとうございました。私のいとこの本卒業したんですけど、はい、昔の問題でプロに演奏をしていて、なのでなんていうか学祭が、はい、オーケストラみたいな形で演奏会が、はいはい、私全然音楽とは程遠い世界に行ってきたので、はい、初めてちゃんと聞いたんですけど、プロではないんですけど、はいはい、本来学生がやっているところで最初は正直興味持つのかなと思いながら聞いてたんですけど、はい、でもいとこが演奏してるしと思ってて、はい、それで興味を持って知り合いの方から誘われたコンサートだったりとかネットになったんですけど、興味を持ったってやっぱり知ってる曲だったりとか、それこそ最近の曲調を一瞬だけ多分入れてらっしゃって、はい、何の曲か忘れたんですけど、はい、ただ J-POP で聞いたことあったりとか、なんか TikTok で聞いたことあるような、はい、そういう曲調を一瞬入れられてたような感じだろうか、それですごく興味を持って、はい、ただすごい近いという感じでって思いました。ありがとうございます。ちょっとそうですよね、馴染みのあるメロディーを取り入れた演奏会の中でそういうコーナーとかを設けてみたいなと思います。ありがとうございます。はい、いろんなアイディアがあるかなと思います。またこの後、クロストークというセッションがあるので、その時にもいろいろアイディアを伺っていきたいなと思います。では、改めまして皆さん、大きな拍手をお送りください。